今回は、ババーン、こちらですね。僕にとっての新しいトレーディングカードゲームを Amazon で買いました。これ、Amazon のね、シール貼ってあるんですけど、えっとね、魔法少女ザ・デュエルっていうやつなんですよ。これがね、あの、だいぶ前から出てるみたいで、YouTube でね、これの開封動画見たら、可愛かったんですよ、キャラが。もうみんな可愛い女の子キャラしかなくて、ポケカでいうところの SR のなんか美少女キャラがあるじゃん。 もう全部がそのカードみたいな感じ。だからこっちの方がじゃあ良くないと思って。しかも今回ね、魔法少女育成計画ってやつとコラボしてるやつのボックスなんですよね。まあブースターパックかのボックス。49種プラスアルファで、出演声優陣の豪華サイン入りカードが収録されてるんですよ。と言っても直筆サインじゃなくて、まあ白押しサインみたいなやつなんだけど、ただそのカードがね、結構欲しいなと思ったのと、このボックス自体が、えっとね、1000円しなかったです。はい。 安かった。だから2ボックス買いました。まだ在庫残ってたから説明欄にリンク貼っとくんで気になる方はぜひ。今これ安いんですよ。他の魔法少女ザゼエルはそんなに安くなってないんだよね。デッキは安いんだけど、こういうパックランダムのやつではこれが安かった。プラスね、ついでにこれも買いました。カーズトミカのね、可愛い,いやつ。はい。まあこれは普通に新品で買ったよっていうだけなんだけどで。今回こちら開けたいんですけど、こちらね、レアリティが コモン33種、スーパーレア16種、で、SEC、シークレットが何種入ってるのかな、で、ハイパーレアが何種入ってるのかなんだけど、やっぱこのね、まあサイン入り、白押しサインのカードを狙っていきたいかなと思います。しかもね、ボックス特典のカードもあって、16種の中ランダムに1種入ってるみたいです。はい。ちょっとこれね、いいんですよ。なんかコンセプトの中に、かわいいっていうのをやっぱ、 コンセプトであるぐらいなんで、可愛さ重視のカードです。アニメが元になってるとかではないのかなまあ、今回はコラボなんだけどね。なのでちょっと開けていきましょうか。まあ、そだね、今回ね、1000しないボックスなんで、安かったから良かった。これで良ければね、なんか、今 a Amazon であんま安いパックはなかったから、ボックスか。なので、あ、これ貼ってあるにちゃんとね、シュリンクの。 あのー、まあカードショップとかでね見つけたらちょっと買っていく可能性もありますどっから開けるのがいいのここになんか切れ線が入ってるからこう開けた方がいいんだろうけどまあ今回ちょっと開けやすいんでこっちから開けちゃいます、まあ、売り場に並べるときとか用だろうねあちゃんと入ってるねえっとな何パックだ6パックかなまあとりあえずボックス特典があるんでおお来たこれで空っぽかなよしあーでもなんか これねこんな感じじゃないのよ、全部は。ただ、ボックス特典はハードコアアリスってやつですね。あ、なんかちょっと違うな。でもね、もうちょっと美人なんだよね、他のやつは。まあ、これはちょっと、なんだろう、特殊というか、ちょっと違うんですけど、でもまあまあ、かわいいね。こういう女の子キャラしか出てこないみたいなカードなんですよ。裏はちなみにこういうやつですね。かわいいですよね。僕もトレカ作るとき、デザインをね、どうしようか今悩んでるんだけど、 プロモーションカードはこれが出ました1パ。1ボックス目はね。そして、あ、一応こういうね、ダミーをね <laughs>、これありましたね。これはまあいいとして。パックは ?1、2、3、4、5、6パックあるんだ。よし。魔法少女ザ・デュエル。まあ覚えといてください。皆さんもこういうのがあるよっていうね。じゃあ開けていこうかな。 まあ、サイン入りカードが出る、出る、どんだけ出るかと、あとキラカードがどんだけ出るかっていうのがやっぱ、あんまり詳しくはまだわからないんですよ。YouTube で一つだけ動画を見ただけなんで、なんかその動画見たら欲しいなと思ったんですけどね。そう。なんかアニメが元とかじゃないからわかんないってことないと思うんだけど、あれ一枚目。これはなんだこういうカードもあるのかなでも裏一緒だね。こういうカードがあって、こうキラが見える。我に従え。 ほら、美少女かカードでしょ。で全部美少女かカードなんですよ。こういうね、ゲームもできるよっていうね。愛の祈り。あ、やっぱ今回コラボだから、ちょっとキャプ画が多いな。キャプチャー画が。ダーク魔法少女。ちょっとコラボ買ったの失敗かな。して、あー、ほら、こんな感じ。カルミティ・メアリー・山本直子。山本直子ってどういうことだ声優さんの名前かな。 こういうキラーカードがあるよっていうのと、あとまあこういうなんかチラシが入ってて。はい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 。なるほどね。ちょっとスリーブに入れてこう、キラーカードは。ポケ、ポケカのスリーブで入るかなよいしょ。ポケカのスリーブサイズでぴったりならいいんだけど、まあ遊戯王サイズではなさそうだね。あ、ぴったりだ。ポケカサイズですね、大体。はい。 一枚目のキラ。可愛い,いでしょ全部こういう可愛い,いカードなんですよ。なので、あポケカで可愛い,いカードを狙うよりは、この効率がいいかなという謎の発想なんですけど。ここにちゃんと今回バインダー持ってきてるんで、可愛い,いカードとかお気に入りカード、キラーカードなどは、えー、ね、バインダーに入れていこうかな。結構1、一パックの枚数も多くていいね。魔法ニート少女ネームに。でも、キャップ画が多いな、キャプチャー画が、アニメからの。 ほら、ちょっとこれはそんなに好きじゃないなキャプチャーはあんまりなんだよな、僕は。あ、いい、来ました。ユナエル。この下の日本語の名前は多分、声優さんかな、ま。マジクールだよねって書いてある。ね、いいでしょ、これ。これいいんですよ。あ、これもだからノーマルカードなのかな、これ。これ何なんだろう。こういうカードもあんのでもゲームで使えなそうだけど。ね、いいでしょ。どう思います、ね、皆さん。 こっちの方がさ、普通に良くない、まあ、ポケカはポケモンとかでいいけど、ポケカって今買えないじゃん。高いし。そしたら、こういうのを買っていった方がさ、楽しいよねって思ったんだけど。うん。まあ、ただからもちろんね、当たりが出ても、それを売ってお金になるかって言ったらならないから、そういう意味でみんな買わないんだろうけど、自分で楽しむ分には、こういうのでもなんか、ありな気がしますよね。ちょっとカメラ、動かそう。よし。 ま、このパック安かったので、お試しとかで。まあ、デッキも安いんだけど、デッキはちょっとね。なにこれ <laughs> なんか可愛くないキャラ来たけど。おめでとうポン。おめでとうポンだって。なにこれ可愛くないキャラもあるの。あやっぱ今回コラボだからこんな感じなのかな。キャプが、キャプが、キャプが、みたいな。でもこのキラーカードだけは許せる感じ。ハードコアリーズ。さっきのやつのなんか、ちょっと違うバージョンだね。 ただサインを来てないね、まだ。サイン来ないかな。まあ、直筆だったらもっといいんだけどね。まあ、直筆はなかなかね、厳しいよね。まあ、直筆じゃなくてもいいから、とりあえずサインカード来いっていう感じで。まあ、直筆はないんだけど、これには確か。ね、当たりで直筆がね、1ボックスに1枚ぐらい入ってるとかなり熱いんだけどね、声優さんの。 今回2ボックス。あ、なんか結構いい感じのキラキラ度があるよ。眠りんビーン。みんなでね、美少女キャラでしょ。あ、でもこういう、まあ、かわいいね。あ、こういうのもいるんだね。マジカロイド。ね、みんな美少女キャラなんですよ。おおーっと危ねこの子のサインだとやばくない。あ、でもやばくもないんか。ちゃんと声優さんだから。でもサインじゃないね。あれサインが来ないやぞどうなんだろう。もう、確定で入ってるのかな全ボックス。それとも、 確定だと僕は思ったんだけど、確定じゃないのかなこれ。怖くなってきた。よかったにボックス買って。まあ、出なかったらまた買ってきますよ。買ってくるって言うから、また Amazon で買いますよ。うん。安いうちに。いいな。パックもかわいいんだよなぁ。これ一つぐらいパックのまま持ってきたいぐらいですよね。この値段だったらね、一ボックスぐらい未開封で取っとくっていうのもありですよね。かわいいから。 なんか、あれも撮った。よこれはまあ、チラシということで。うん、キャプがならノーマルが全部。ちょっとな、この魔法少女育成計画を知らないんですよ。魔法行くってやつを。だからちょっと、まあ、知ってても多分、広カとかでもキャプ側はちょっとなんだよね、僕。悪くないけど、こういうのが嬉しいんですよ。こういう、なんか、カードのために作った感じのデザイン。犬坊崎、犬坊関玉 すごい名前だな。これ、声優さんの名前かな、まあ、こういうね、やつとか、ヴァンガードとか、ウィクロスとか、ゼクスとかも可愛いカード結構あるから、もうちょっとね、価値を見直してもらいたいですよね。あの、やっぱプレイ人口とか集めてる、キャ,あとキャラの有名度とかで変わってくるのかな。あれサイン来ないね。らしい位置です。といっても、ま、6、ワンボックス6パックなんで、 定価でも3000円ぐらいのボックスなんですよね。だからそんなに、全部、ね、全部に入ってるとは限らない。って言ってもまあ、納得できる値段ではあるけどね。定価3000円ならね。うん、キャップがだなでもまあ、うん、悪くないんだけど、さあキラがどうかだよな。もうキラ確定なんだね。はあ、サイン来なかったね。可愛い,いカードではあるけど、 サイン来なかったなぁ。抜かれてはないと思うんだよね、多分その。サーチされたりしてるボックスではない。アマゾンから発送はされてるけど、あ個人のショップ、個人かわかんないけどなんかショップの出品ではあったんだけど、多分サーチとかしてもね、お金にな,ならないと思うからね。とりあえずワンボックスの結果はこんな感じ。はい。ちょっとね、あれですけど。 サインカードが出なかったっていうのがちついとことですけどまあもう一ボックスあるんで全然大丈夫ですもうね2ボックス一気にやっちゃいますよ動画で分けてもね結局両方見るぐらいだったら1本にしておいた方が楽かなっていうことで皆さんが見るのに当たってねまあホイくかわいいカードばっかなんだよなただ今回キャプ画なんだよなキャプチャー画なんだよなあツイッターとかもあるんだ さあまずは、その、ボックス特典カードが何かっていうところですよね。おー、かぶんなかった。オッケーオッケー。どれがいいとか特にないから、かぶんなければいいんだけど、このボックス特典のやつはこういうデフォルメされたキャラなんだな。さっきもそうだったから、デフォルメなんだ。で、このダミーがあって、さあ、ボックスね、開けていきましょう。濃い。まあ、キラーカードは多分、 パック確定っぽいから、あとは、声優の豪華サインカードが来るかどうか。そう、直筆ではない。豪華な。だから、金履けな。てか、これ取っとく必要ある。今、潰しちゃったんだけど。ここなんか、ありそうだな。あとで大締めはアプリ入れなきゃいけないとかめんどくさいんだよな。あとは、会員登録とかね。もう、キャップが、キャップが。うん、でも思ってないね。シスターなら。なんかいいですね。 声優さんもなんか知らないな、僕。ちょっと、超有名な人だったら多分わかるんだけど、なかなかね、そう、特撮とかに絡みがあったりすると分かったりするけど、ちょっとアニメ系の声優さんのね、もうほんと有名な人しかわかんないぐらいな感じ。もう宮野守とかさ、そのレベルだしね。まあ、しかも男性だしな。あと、三森鈴子とかね。あの、特撮に関係があったりする人はわかる、うん。両方とも G とか。 あ、またき、あ、まあ、全部キラ来るから、あれか。この中でどうかだよね。あとなんか、レアリティが違いあったような、シークレットとか、ハイパーとか、出てなさそうなんだよな。あ、このカードなんか必ず、っていうか、ボックスではあるのかな。かわいいですよね、ほら。そう、これ怖いけどね。うーん、サインではない。これ SR ですね。書いてあったね、レアリティ。 でもこのノーマルカードもね、この魔法イくを見てれば、あ、あのシーンだとかなると思うんだけど、キャプチャーはなーって、だからポケカとかのいいところはキャプチャーではないじゃん、ほぼ。ね、なんか特別なイラストだったりさ、おもちゃの写真みたいなやつとかさ、CG とかで。だからそこはいいよね、ノーマルでもね。ちょっとキャプチャーだから。まあでもこれ辺がキャプチャーじゃないのが必ずパッキン入ってるっていうのは強いな。キラが必ず入ってるっていうのはいいですね。 なんか、チラシが上の方にあるのは気をつけて切らないと。まあ、チラシだから切ってもいいんだけど。ポイントをゲットできるのかな本当は1パック500円なんだね。結構高いから、まあ、その代わり必ずキラが入っていると。ポケカとかでも500円パックだとね、必ず入ってますよね。あ、これ男じゃない男、あ、イケメンのお掃除か。そっか。女なんだ。中性的な人ね。 こういうね、セクシーキャラもいい。あ、来るぞ、来るぞ、来るぞ来ない。玉、かわいいですけどね。ダブってはないのかなどうなんだろう。まあ、ダブらなければいいかな。まずは。ただ、ね、サインカードぶっちゃけね、もっと簡単に出ると思ったんだよな。ワンボックス1か2ボックスってか、まあ、まあ、2ボックスなら絶対出るでしょぐらいに思ってるから。ちょっと怖いな。ちょっと今んところ来てないからね。せめて1枚来てくんないと追加を買うことになるぞ。 まあ、あ買いたいんだけど、ぶっちゃけ追加を買いたいんだけど、出たらなんとなくそこでストップもできるんだけど。どうかなよし。あ、プレイはね、あ、ルール覚えてやりたいとこなんだけど、どうせやる相手がいないからね。あ、ちょっとノーマルは被ってきてるね。持ってないぞ、多分次の。これ持ってないね、眠りん。三条眠。あ、三条眠ってことは違うな。 声優さんの名前じゃないな、これ。これも SR だね。じゃ、全部 SR じゃない、今のとこ。ハイパーとかも来てなくてない引き悪いのかなそれとも、あんまり本当に出ないのかなもう、何カートンとか買ってやっとサイン出るよ、みたいなレベルなのかなちょっと今のとこ、レアリティを確認していきます。SR、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 ちょっと待って、本気悪い。SR、SR、SR。 SR.SR. SR 眠りの中一周したね。いやー全部 SR だ。引き割るのかなどうなのでもね、やっぱ SR 以上厳しいのかもしんない。数も書いてないから、何種あるかわかんないし。どうでしょうちょっとね、そう引き割るなな。わかんない。引き悪いのかわかんないけど。多分悪いと思うんだよな。まあ、よくはないよねっていう感じ。まあ、1枚でもサインがくればってとこかな。 あぶっちゃけね、こういうのとか、パックで買うよりも、なんか、スムール買の方が安いかもしんないけど、パックが楽しいよ、ね。白ス<す>ク水 <laughs>。強制す怖っあ。怖いな、なんか。怖いの多いな。あ、ハイパーって光り方違そうだよね。ほら、SR だもん。ただなんかすごいこの加工が。ほら。<laughs> このマントのところなんかね、すごいね。ただ SR なんだよね。 残念っていうことで。まだあと一クあるけど。出るかなたぶん、人ボックス3000ぐらいだから、これもう買う人は多分大人だから、もうパック買いなんかしないんだろうね。カードショップでもパックでは売らずに。もうみんなボックスで買うとか、カートンで買うよ、みたいな。あー、ちょっと厳しいな、これは。で、サインカード1枚これ動画で見せたかったな。 やっぱ、でもね、こんだけレアリ、あの、なんていうのかな。バンバンレアのが出ないっていうのは、逆に、こう、なんていうのかな。もっと買う、もっと買うってなるから、いいとは思うけどね。人助け。もう俺のノーマルはだいたい揃ってきてない全49種とかでしょ、だから。ノーマル、あ、いい、出なかったダブったし。だからね、カードのこの仕様はいいんだよね。 ただ光ってるだけじゃないというね、ほら。素人にはつけれないね、これは。あーでもちょっとサイン来なかったなぁ。もうサイン来るっつーから買ったんだけどなー買ったとこもあるんだけどね、このボックスを。だったらデッキでも良かったかなって感じ。あーでもちょっとなーしかもハイパーとかさ、シークレットも来なかったよなーでもね、こんだけ手に入りました、キラカードは。でも、これ辺のやつだとね、するぐらい取りか、 箱とかに入ってくるレベルだと思うんだよな。でもみんな可愛いでしょ。でもね、もっと可愛いんだよな、普段のやつ。これダブってないダブってるな。普段もっと可愛かったんだよ僕が動画で見たやつ。普通のコラボじゃないやつは。これのとこめっちゃ可愛いけどね。でもコラボだからな、今回は。魔法育のコラボだからな。その代わりサインカードが入ってるから、まあいいんだけど。なあー、マジか。魔法エル。 エルあそっかマホエルって略すんだよ魔法少女ザ・ズエルってマホエルって、まあ、ボックス側典はゲットできたけどうーん,うーん感じかなちょっともうちょっと買ってみるかなまずこのボックスはもうちょっと追加するのとあとはコラボじゃない普通のパックもちょっと追加してみようかな 変えたらあのアマゾンだとあんまねボックスだとプレーンになってるのが多いからちょっとパックとかボックスとかでちょっとなんかワングとかで今日ドンキに行ったけどドンキにはねもうドゥエマとユーギオとポケカしか使わないしポケカはいつもないしだから全然ダメだからちょっと別のとこでちょっとマホエルはね狙っていきますマホエルって言ってるけど魔法少女ザ・ドゥエルねそうねこれうんー まあね、もう、これ辺が、まあ、確定で出るのは嬉しいんだけど、確定で出るってことは、つまり、レアも、でもないってことでしょただね、このカードの仕様はいいんだよなすごいいいのに SR なんだよなもったいない。こんな光ってるのに。で、ノーマルがめっちゃ手に入ったっていうね。このノーマルカードはボックスに入れてしまっときます。このキラだけこのファイルに入れようかな。 ね、僕の今考えてる収納方法はこのボックスに直接ぶち込むとその方がねいいんですよ全部入るかな2ボックス分が1ボックスに入るかなあ入った2ボックス分1ボックスに入ったじゃあ1ボックスは箱捨ておけばいいかなよーしこんな感じでゲットしたのをスリーブにあげてあれに入れようこのバインダーに そう僕のバインダーもちょっと紹介しようかなああこのなんかチラシがめっちゃたまっちゃったんだけどチラシがちょっと大量になってしまった足元に置いとこうこのねバインダーもちょっと紹介したくてこのあ逆だこっちからやった方がいいなこの辺昔紹介したっけねホロライブとかホロライブのカードも買いたいんだよリバースの でここ辺がまあこういうやつですよ。あの、直筆じゃないサイン。これ、小倉優子さんだけど、こういう白押しサインが入ってる可能性があるっていうね。こういう野球選手のやつとかは直筆なんだけど、カメラの位置が悪いかな。これ見せたよね多分ね、ここら辺までは。杉本由美さんとか、これ辺とかやったもんね。この辺が直筆サインなんだけどね。この辺までは見せて、多分ね、広岡ゾーンから見せて、ここら辺から見せてないのかな。 競馬のカーードととかねあとゴーライジャーこれフリマちゃんで買ったんだよ、これ。で、この,のヒロアカ全部フリマちゃんで買ったんだけど、最近ね、あ動画撮ってないんだけど、こヒロアカの、まあシールもあるんだけど、1枚10円とかで買いました。ね、ここに追加していこうというね。まずこの2枚だな。この2枚は正直、あのもう、パックを開けずに、パックを開けずにというか、このまま入れる。 あ、入んない。あ、くそ入んないか、これ。このままじゃ入んないかな。だからって開けるわけにもいかないから。これはちょっと別に取っときます。で、この女の子カードたちはここに入れていくと。あ、すっげえギリだ。このポケカサイズのスリーブ入れちゃうと。ギリですね。ギリ入るって感じ。まあ、いいんだけど、スリーブに入れなくてもいいんだよね。このファイルに、ファイリングしてるんだったら。本当は。 裏面もいいんだよな、このカードの裏面も。魔法少女ザズエルは。あれ、入んなくなったな。かなりキチキチでもね、きちきちでもないか。昔僕ね、カード、と、あの、集めした時に、遊戯王とか、あの、遊戯王カードを入れるこのね、バインダーをね、あの、テレホンカード用のバインダーに入れてたんですよ。だから、すんごいきつくて、遊戯王ってちっちゃいのに、それでもきつくて、 ちょっとカード痛めてましたね。持ってるのがそれしかなくてか、それが思ってたから買わなかったんですよ、わざわざ。親にもらって。また紹介できるときに紹介します。あるんで、まだそれが。<laughs> カード入れたまんま。すっごいね。あるんですよ。量はあるけど、レアなのはないっていうね。まあ、子供だからねそう。友達とかと交換とかしててもさ、みんな、あの、レアなカード持ってないから、そんなに。 大人と違って買う量が少ないから。そう。僕とか結構買ってもらったと思うけど、なかなかね、レアなカードの見分け方もよく分かってなかったし、自分の中で、あ、ブルーアイズかっこいいなとか言って集めてたりとか、ね、あの、アルティメット、ブルーアイズアルティメットドラゴンやばいなみたいな。何これみたいな感じで集めてましたね。ただ、アルティメットドラゴンね、なんかね、遊戯王のセット買ったら必ずもらえたんだよな。 よしあここにゴミはついてないあ奥かよっしゃこんな感じでバインダーにほら魔法少女ザズエルのこの感じいいでしょうこれちょっと集めたくなるねうーんサインカード来なかったのきついないいですねうん良いコレクションになりました ただまあこれで2000円って考えるとちょい高かなかなね。よし、バインダーにセット。で、この2枚はちょっとね、入れる場所がないので、まあノーマルのこの箱に入れてこう。この箱に入れてこう。多分大丈夫だと思う。これで売ってたわけだから。 よし。というで、魔法少女ザ・デュエル、皆さんいかがですか知ってる方はなんかね、情報をコメントいただけると助かりますし、知らなかった方はね、このカードの感想。でもね、ノーマルカードがキャプチャーっていうのはね、ちょっとね、やっぱね、まあでも、そうなっちゃうけどね。さっきのヒロアカも結構カードゲームの方はアニメのキャプチャーだったしな。うん、だからまあしょうがないとは思うんだけど、ちょっとノーマルの普通のやつをどっかに手に入るかな。 なかなか売ってなさそうだよな。その、カードショップには売ってるかもしんないけど、あの、普通のさ、なんか、ね、量販店とかのカードコーナーだと、あったかなあ,あったっけななんかいろいろあるじゃん。あの、リバーういうとかもあんま知らないけど、あの、売ってるのは見たことあるから、そういうとこにあるかな。ちょっとワング行こう。これは。あとはアマゾンとか、ね、 それぐらいにもあんま使えなかったんだよな、この、未開封ボックスとかは。そう、これから流行るのか、すでに終わってるのか、どっちだろう。でもね、まあね、なんかね、あの、サイト見たんですよ、この魔法少女ザズエルの。ただ、まあ、それなんか新作とか出てるみたいだから、終わってはなさそうなんで。そう、やっぱカードゲーム終わっちゃうとダメなんだよね。なんかバディファイトが終わるんだっけ。で、ワンガードは終わってないんで、終わんないんだよね。だから、終わっちゃうと終わりだからね。当てないなこと言ってるけど。そう、終わって、 ややっっってててななないいつをやっぱ集めていくくうのが大事になってくるかな終わっちゃうとちょっと寂しいもんな。あの、ガンバライジングもさ、あの、ガンバライドって終わったじゃんガンバライド今集めててもしょうがないじゃんっていう感じで、はい。終わんないことになります。ちょっといいでしょ女の子のカードを集めてる方には。とか、男性にはこういう、うん、ポケカでさ、もうモンスターカードいらないよって思ってる人とかは、こういうので、やった方が、 コレクションは増えやすいかなと思いますけどね。はい。ということで今回の動画は以上です。評価ボタンお願いします。それではまた。バイバーイ。